子どものいたずらは基本的には可愛いものであるが、どうすぎれば相手を本気で怒らせてしまうこともある。子どもはどこで何をするかわからないために、迷惑行為をすれば親が謝りに行かなければならないこともあるだろう。その際、もしも怒らせた相手がとんでもない人間であれば、想像する以上に準備と覚悟をした方がいい場合がある。旭川で起きた事件はその例でも最悪のケースとなった。2022年9月20日、北海道の旭川市で夫婦が男に凶器で何度も何度も刺される事件が発生。これにより30代の夫が死亡、妻は重傷を負った。警察は現行犯で川口和人当時56歳を逮捕。亡くなったのは金沢孝雄さん。どうやら金沢さん夫婦の子供が川口和人の家にいたずら、具体的には家の中に BB 弾を投げ入れたことでトラブルが起こり、そこから親にまで問題が波及し発生した事件のようであった。子供はまだ小学生。小学生のいたずらがきっかけで人の命まで奪われるという事件にまで発展したということで話題になった。事の発端は9月20日の午後、金沢夫婦の娘さんは小学校5年生で、友達と下校中に川口和人の家の前に落ちていた BB 弾を拾って、それを川口の家に投げ込んだ。川口和人の家には防犯モニターがあり、リアルタイムでその映像を見ていた川口は、小学生の女の子が家に石を投げ込んでいると思い、自宅を飛び出して、お前ら何をしているんだと家を飛び出て、金沢さんのお子さんとその友達に向かっていった。そして向かっていくなり、娘さんの友人の持っていたカバンに蹴りを入れた。後に判明するが、この時に中に入っていた水筒がへこんでいたため、相当な強さで蹴っていたことがわかる。川口和人が凄まじい剣幕で怒ってきたこと、そして水筒がへこむほどの蹴りを入れてきたために、小学5年生でも相当に危ないと察知、すぐに友達とごめんなさいごめんなさいと何度も謝った。しかしそれでも川口の怒りは収まらず、書くものを出せと小学生2人に命令し、そのノートに名前と住所、電話番号、学校名、先生の名前をノートに書かせたのである。この時は一応これで済んだが、家に帰って親の金沢夫婦に川口和人の家で起きた出来事を報告。これを受け、金沢夫婦は当事者である娘の他に生後7ヶ月の次女も連れて行き、家族総出で川口和人の家に訪れたのであった。そして事件が起き、夫の金沢孝雄さんは死亡、妻は重傷を負ったのである。この時言い争いをしていたのか、かなり大きい声も聞こえており、騒ぎを聞きつけた隣人らが言い争いに駆けつけていた。川口と孝雄さんは激しい口論をしており、隣人らは何度も制止したが聞き入れなかった。すると川口は突然なぜか持っていたナイフを孝雄さんに刺したのである。周囲にいた人が川口を羽交い締めにしたが、川口の力は予想以上に強く、制止を振りほどき、続けて孝雄さんを何度も刺したのである。奇声を上げながら発狂する川口は、金沢夫婦を刺した後で家に入っていき、隣人が通報して警察が川口を逮捕した。犯人の川口和人は1965年北海道旭川市で生まれた。小学生時代は怒りっぽい性格をしていたようであるが、癇癪持ちや精神的な疾患などは特になかった。高校も優秀な成績で卒業していたようであるが、事件当時56歳の川口は無職であった。事件時にも統合失調症や躁うつ病といったような診断はない。高校卒業後は実家を出て自動車関係といった複数の会社で働いていた。勤務態度は真面目で、特に人間関係のトラブルなどもなかったようだが、
46歳となった2012年頃に前職を辞めて自宅に戻ってきた。それからは再就職がうまくいかず、実家で過ごしながら時が経ち、10年後の56歳の時に人を刺したのである。子供のいたずらにまじぎれして小学生に本気の蹴りを入れ、その親をナイフでぶっ刺す子供部屋おじさんとあれば、さぞ近所でも名物な迷惑おじさんとして有名かと思いきや、その評判はとても良かった。すれ違えば必ず挨拶するし、基本的に感じの良い人。お父さんとお母さんと一緒にごく普通に暮らしていて温厚な人という印象。親とも仲が良かったようで、事件時のように突然大声を出したりといったところを見たことがある人は一人もいなかった。そのため川口の家の前で包丁で刺された事件があったということを聞いて、近隣住民は最初川口和人が事件に巻き込まれた被害者だと思ったという。また報道でも似たようなことが起こった。被害者の金沢隆夫さんであるが、見た目がいかついこともあり、今回の事件が報道された際には、え、こっちが被害者？と困惑する人もいた。そしてワイドショーが事件を取材してみると、どうやら言い争いの最初は女性の怒鳴り声だったとのこと。状況からして金沢さんの妻しかいないので、少なくとも金沢さんの妻は川口が娘にした行為に関してかなり怒っていたようである。つまり金沢夫婦が一家総出で川口和人の家に出向いたのは、娘の行為に対するイチャモンに納得がいかず文句を言いに行ったというのが濃厚だった。ニュースでも言い争いの末に川口が金沢さんを刺しているので、川口が悪者といった視点で報道されたが、SNS などでは、もともとは小学生の女の子が他人の家に BB 弾を投げ込まなければ事件は起こらなかった、いや、人の家に物を投げ入れる時点でどういう親だったかは想像がつく、といった川口に同情、もしくは金沢家も悪いという意見もちらほら見られた。だからといってナイフで刺して言い訳がないので、川口の罪については裁判で審議されることになった。検察は残忍な犯行で落ち度がない被害者の刺し傷は20箇所にも及び、被告に反省の態度は一切見受けられないと厳しく指摘し、懲役25年を求刑。一方弁護側は被害者の風貌などから来る恐怖感から全て自己防衛的であり正当防衛であると反論。検察側と弁護側の意見が完全に分かれているのと同じように、川口側と金沢さん側で事件の経緯について全くと言っていいほど言い分が異なっていた。まず娘が BB 弾を投げた時であるが、金沢さん側は川口が怒鳴って出てきて一緒にいた友人に蹴りを入れて水筒をへこませ、ノートを引きちぎり、そこに名前と電話番号、学校名、担任の名前を書かされたという経緯を話した。しかし川口は何やってるんだと普段よりは大きい声を出したが怒鳴ってないという。人の家に物を投げてはダメでしょう、どうして投げたの？と尋ねると、金沢さんの娘と友人のどちらかがハエのような虫と答えた。その後どちらか一人が BB 弾と言って手のひらに BB 弾を持っているのを見せた。学校に連絡をしようと、学校と先生の名前を教えてくれる？と言い、手元に紙がなかったため金沢さんの娘のノートに書いてもらった。そのノートを破ってもらい受け取った。最後に正直に答えてくれたから、お父さんやお母さん先生には言わないからねと伝えた、とのこと。川口によれば怒鳴ってもいないし、蹴ったりもしてないし、ノートを引きちぎったりもしていないという。ここまででもだいぶ違うが、金沢隆夫さんが刺されるまでの経緯も両者で相当に違っていた。金沢さん側は出てきた川口和人に娘が BB 弾を投げちゃったみたいでと尋ねた。すると川口は石を投げられて
傷がついたと答えたため、高尾さんは、石ってどの石ですか、傷はどこについちゃいましたかと確認。カズトは、それはわからないけどと答えたために、高尾さんはカチンと来て、住所を書かせるほどのことなんですかと問い詰めた。これがきっかけで口論になり、騒ぎを聞きつけた隣人が駆けつけ、二人にやめましょうと声をかけた。しかし、娘を怖がらせた相手を目の前にボルテージが上がっていた高尾さんは、やりすぎだろうと怒りをぶつけ、川口も何言ってんのやるかと応じ、高尾さんは何をやるのよと返した。そして川口が隠し持っていたナイフで高尾さんを刺したという。しかし川口によれば、日が落ちた後、防犯カメラで変な動きをする車を確認。見覚えのない男が歩いてきて、怪しい感じがした。昼の子供の件でヤクザかチンピラを雇って襲撃に来たと思い、護身のためにナイフをポケットに入れ、玄関を開けると、いきなり相手が、お前かと怒鳴りつけてきた。ヤクザかチンピラかと思い、相手の風貌が怖かったためにパニックになり、何を言っているのかわからなかった。そして高尾さんから、どこだどこなんだ、一体どこに傷があるんだと幕下てられた。うろたえた川口が、何を言っているのかわからないと返すも、高尾さんは、だからどこなんだ、早く言えこの野郎と大声で繰り返してきた。この時騒ぎを心配した川口の父親が玄関から顔を出したので、川口は、大丈夫だから中に入ってと言った。金沢高尾は、あれは誰だと言ってきたので、うちの親父だと返すも、高尾氏は再度、あれは誰だと言ってきた。川口は、自分が殴られた後、父親が被害を受けるのではと思い、とにかく離れてほしい、勘弁してほしいと思い、とっさに高尾さんの胸をナイフで切りつけてしまったという。金沢さん側の言っていることとかなり異なっており、また金沢さんたちが川口に、何言ってんのと言われたということに対して問われると、川口は、生きてるという言葉の意味がわからないので知らない、そもそも言ってないと主張。川口の証言によれば、自身や自分の親の身の危険を感じたためにとっさに刺してしまったかのような言い分である。当時は軽く切った程度という認識であり、胸を刺したことに関しては、首とか心臓とか内臓とか危険だと思ったからという。ナイフを出してしまったのは、恫喝をやめてほしい、とにかく離れてほしかったから。しかし高尾さんは明らかに複数回刺されており、どう見てもとっさの反応というよりは、憎い相手の命を何としてでも奪いたいという強い意志が見て取れるものだった。金沢さん側や現場にいた近隣住民の話では、高尾さんは腕で防御しながら後ろに逃げ、駆けつけていた隣人が川口和人を掴んで止めようとした。川口は追いかけて高尾さんの背中などを何度も刺した。高尾さんの嫁が止めようとして川口に体当たりをかますと、高尾さんの嫁にターゲットを変更して、その背中をナイフで突き刺した。慌てた隣人が川口を羽交い締めにすると、雄たけびを上げながらすごい力で羽交い締めを振りほどき、さらに高尾さんの嫁を刺した。その後川口は自宅へと撤退。騒ぎを察知した別の隣人の通報で駆けつけた警察官により、川口和人は現行犯逮捕されたのである。双方意見が食い違っているために、量刑がどうなるかが注目された。川口和人の精神状態については、鑑定した医師によれば、精神障害などはなく、完全責任能力はあるとのことだった。どちらの意見を重視するのか。川口和人に下された判決は、求刑通りの懲役25年。金沢さん側の意見が概ね認められる形となった。裁判長も、金沢さんの妻、娘、隣人の証言は大体一致して信用できるのに対し、
川口の証言は支離滅裂で信用できないと判断。また子供のいたずらがきっかけとはいえ、常軌を逸した残忍な犯行で結果は重大、反省の言葉もほとんどないということを判決理由に述べた。川口はこの判決に不服だったようで控訴している。どうやら反省の態度がないと裁判長に言われたことが特に不服だったようで、一審で謝罪しなかったのは弁護士の指示だったと言い訳した。一応申し訳なかったということだが、今でも当時の記憶はないらしい。被害者の金沢孝雄さんの風貌は確かにチンピラ、ヤクザ風といえばそう取る人は多いかもしれない。裁判では金沢さんたちは川口の家に謝罪に行ったと証言したが、近隣住民の話では文句を言いに行ったと答えている。謝罪に行ったのであれば口論になる可能性は低いので、やはり文句を言いに行ったのであろうが、まさか命まで奪われるとは思わなかったであろう。結果的には 100% 川口和人が悪いのであるが、そこに至るまでの経緯はどちら側につくかでかなり印象が変わってしまう。まず自分の家に小学生が何か物を投げ入れてきてイラッとしない人は少ないだろう。子供のやることとはいえ、やっていいことと悪いことがある。しっかり大人が言ってあげないと子供の行動はエスカレートし、もしかしたらガラスを割られたり、お物まで投げ入れられたりといった可能性すら考えられる。そして我が子が悪いことをしたとはいえ、蹴りを入れられたり個人情報を無理やり書かせられた上で脅されたとなれば、そこまですることはないだろうと激高する親もいるだろう。いずれもどっちの当事者になるかで加害者側につくか被害者側につくかがすっぱり分かれる事件である。ひろゆき氏もこの事件についてツイートしており、どちらかというと川口和人に非難のリツイートが集まるような投稿をしている。まあそもそもいたずらで BB 弾を投げ込んだのは悪いが、その女の子の目の前で父親を刺すなど完全にイカれているため、川口和人が絶対的に悪いのであるが、しかし金沢さんたちも小学生に蹴りを入れたり、モニターをリアルタイムで観察しているような56歳無職に対し何の防御策もなく勝ち込みに行くのはあまりいい考えだったとは言えない。加えて金沢孝雄さんの風貌で怒ってこられたら、気の弱い中年などビビって何をしてくるかわからない。川口も金沢さんに力で抵抗することはできないので、抵抗するなら凶器を出してくるのは予想がつくはずである。最後まではっきりしなかったのは、金沢さんたちが謝罪に行ったのか文句をつけに行ったかである。ここは裁判でもぼかされていて、本人たちは謝罪に行ったと言っているが、結果を見るとそれは疑わしい。孝雄さんが父親として威厳を見せに行ったとか、母親があなた何とかしてみたいな感じで怒りに行ったのか、明らかにする必要はもうないが気になるところである。また孝雄さんの風貌がこんな感じでなければ、おそらく金沢家を非難する声は相当に減っていたであろう。見た目だけでこの事件のことをチンピラが勝ち込みに来て反撃にあっただけと思っている人すらいる始末である。考察するともう少し根が深そうな感じはしている。川口はモニターに映った小学生の BB 弾を投げ入れる姿を見て家を飛び出しているが、リアルタイムでモニターを見続けるような人間がいるのか。それだけ暇だったかもしれないが、もしかしたら物を投げ入れられたりするのが初めてではなく、また川口和人も子供たちからしたら完全なニートのため舐めており、川口の家にいたずらをしたのかもしれない。一度のいたずらで蹴りを入れるほど怒っているのは、何度もいたずらをされたからとも考えられるのではないか。刺すの流行りすぎだが、もしも抵抗せずに恫喝されたことで警察を呼んでいれば、おそらく SNS は金沢一家をボロクソに書いていたことは容易に想像がつく。子供がいたずらしてそれを注意したらチンピラ親がやってきたという事件に様変わりしていたであろう。被害者側が
見た目や風貌から実はこっちの方が加害者だったのではと思われるケースは意外とあり、2017年に起きた庭でバーベキューしていたところを襲われた大脇正人さんなどといった例がある。この事件も未だに犯人の男は大脇さんたちの騒音に悩まされており、本当の加害者は大脇さんたちという説を信じる人たちは根強くいる。しかし結果は変わることはない。懲役25年は相当に長い。有期刑のため出所されることは確定しているが、それも80歳以降。もう川口和人の人生は終わったも同然である。控訴判決も大きく変わることはないであろう。いたずらされたことは気の毒だが、やってしまったことは重大。刑務所で残り少ない余生を過ごすことである。小学生を持つ親御さんは、子供に他人の家にいたずらなどすると下手すればとんでもなく最悪な結果になってしまうことがあることをよく教えておくこと。そして気の弱い中年を追い詰めるとナイフで刺されたりすることがあること。見た目が怖いと被害者であってもお前も悪かったのではと疑われることがあること。意外と学ぶことが多い今後の教訓となるような事件であった。